MLB、ドジャース、パドレス、日本時間12日、ロサンゼルス、ドジャースの大谷翔平投手は11日、日本時間12日、本拠地で行われたパドレスとの地区シリーズ第5戦に、1番、指名打者で先発出場した。勝った方がリーグ優勝決定シリーズ進出が決まる大一番に、マミコ夫人も応援に駆けつけた様子。 ドジャース婦人会が公式インスタグラムに、第5戦、まだ終わらないとして集合写真を公開した。青い空の下で多くの婦人たちが集結する中、マミコ夫人は後方3列目の右側で白い服を着て微笑んでいる。2勝2敗で戻ってきた本拠地で、応援体制はバッチリのようだ。投稿には、3人並んで m v p ウィブスマミコさんだ日本から応援します。 マミコさん見つけた、今日もマミコさんなど日本語のコメントも多く並んだ。大谷は試合前時点で、地区シリーズ全4試合に、1番、指名打者で出場して打率点250、1本塁打、4打点、オプス、771、0盗塁の成績を残している。この日は山本義信投手が先発、パドレスはダルビッシュ有投手が先発とあって、 日本選手対決が注目されている。